皆さんこんにちは。今日は私の好きなビートルズの曲ベスト20を発表していこうと思います。まずはビートルズについて簡単に説明すると、イギリスのバンドで1962年にデビューしました。メンバーはジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの4人です。そして1970年に解散しました。では私の好きなビートルズの曲ベスト20を発表していこうと思うのですが、実を言うと私はビートルズの曲を全て聴いたわけではありません。でも一応200曲近くは聴きました。ではいきます。 No.20 Rocky Raccoon、 1968年のアルバムザ・ビートルズ、通称ホワイトアルバム収録です。ポールの作品でメインボーカルもポールです。カントリー風な曲です。私はカントリーにはあまり詳しくないのですが、ウエスタンスウィングというジャンルに分類されるのではないかと思います。歌詞はストーリー仕立てになっていて、西部劇の世界観です。主人公のロッキー・ラクーンが彼女を略奪した男と決闘をするというお話です。では次行きましょう。 No.19 The Long and Winding Road、 1970年のアルバム Let It Be 収録です。ポールの作品でメインボーカルもポールです。フィル・スペクターがアレンジしたオーケストラが壮大で私は好きなのですが、ポール自身はそのアレンジを気に入っていないらしいです。私の中では卒業式で歌いたいビートルズの曲ナンバーワンです。タイトルの The Long and Winding Road を和訳すると、長く曲がりくねった道という意味です。学生時代という楽しいことばかりではない長く曲がりくねった道をクリアしたことをかみしめて歌いたくなる曲だと思います。では次行きましょう。 No.18 Please Mr. Postman、 1963年のアルバム With the Beatles 収録です。この曲はビートルズのオリジナル曲ではなく、マーベレッツのカバーです。モータウンサウンドと呼ばれるブラックミュージックだけどポップで洗練された感じが私は好きです。今回のベスト20にランクインした唯一のカバー曲です。メインボーカルはジョンです。コーラスがとにかくかっこいいです。私は大学時代進級できたかどうかの通知を待っている時に頭の中でこの曲が流れていました。ちなみにカーペンターズもこの曲をカバーしています。それでは次に行きたいと思うのですが、先に言ってしまいますが、ここからしばらくホワイトアルバムラッシュが続きます。では行きましょう。 No.17 Birthday、 ホワイトアルバム収録です。ポールとジョンの共作でメインボーカルはポールです。コーラスには小野陽子、それからジョージ・ハリスンの神さんだったけどエリック・クラプトンに略奪されたということで有名なパティ・ボイドも参加しています。ロイ・オービソンの Oh Pretty Woman を彷彿させる、いかにもロックンロールって感じの曲ですが、ギターも結構歪んでるし、ボーカルもシャウト気味なのでハードロックの先駆けっぽい印象もあります。では次行きましょう。No.16 Sexy Sadie、 ホワイトアルバム収録です。ジョンの作品でメインボーカルもジョンです。歌詞は一見すると自分を振った女性への恨み節っぽく聞こえますが、ジョンが一時期崇拝していた人物に対する失望を表した曲らしいです。台風が去った直後の空みたいな、美しいけど微妙に不気味さを含んだみたいな独特の雰囲気が私は好きです。では次行きましょう。 No.15 Honey Pie、
ホワイトアルバム収録です。ポールの作品でボーカルもポールです。この曲はジャズです。ジャズって言ってもマイルス・デイビスとかみたいなモダンジャズではなく、チャップリンの映画とかで流れてそうなぐらい古い感じのジャズです。最大の聞きどころは終盤でポールが一瞬だけ女性のようにも聞こえる超高音で歌う瞬間だと私は思います。それから割とガチのジャズギターっぽいギターソロも好きです。このギターソロはジャズ嫌いを自称するジョンが弾いているのですが、とても良いです。ジョンは本当はジャズが好きなんじゃないかというツンデレなのか、それとも本気でジャズが嫌いだからこそレコーディングを早く終わらせたくていい感じのギターソロを弾いたのかは永遠の謎です。では次行きましょう。 No.14 While My Guitar Gently Weeps、 ホワイトアルバム収録です。ジョージの作品でメインボーカルもジョージです。ちなみに私はビートルズのメンバーの中でジョージが一番好きです。曲が好きなだけではなくキャラ的にも好きです。一歩引いた感じがするジョジョの奇妙な冒険の歌教員のりあき的なポジションが好きです。黄金の輝きというよりも白銀の輝きみたいなところが好きです。っていうかもしかしたら私は地味キャラが好きなのかもしれません。クイーンだとジョン・ディーコンが好きだし、イーグルスだとランディ・マイズナーが好きだし、軽音の放課後ティータイムだとタイナカリツが好きです。あとそれからジョージの好きなところはエリック・クラプトンに神さんを略奪されたにもかかわらずずっとクラプトンと友達であり続けたというエピソードも大きいです。そんなクラプトンがこの曲ではギタリストとしてゲスト参加しています。はっきり言って他の曲もクラプトンに弾かせればいいんじゃないのって思うぐらいいいギターソロを弾いてます。そんなわけでこの曲はクラプトンのギターが泣いているように聞こえる哀愁漂う系のバラードとなってます。ちなみにジョジョの奇妙な冒険第5部に登場するギアッチョの必殺技の名前の元ネタはこの曲だと思われます。そしてこのランキングの1位を予想するガチ勢の皆様、私がジョージ大好きというのは重要な伏線なので覚えておきましょう。では次に行こうと思うのですが、一旦ホワイトアルバムラッシュは休止となります。では次行きましょう。 No.13 Dr. Robert、 1966年のアルバムリボルバー収録です。ジョンとポールの共作でメインボーカルはジョンです。私が一番好きなバンドはビーチボーイズなのですが、この曲はビーチボーイズっぽいコーラスがあるので好きです。では次行きましょう。 No.12 Tell Me Why、 1964年のアルバム Hard Day's Night 収録です。ジョンの作品でメインボーカルもジョンです。シャッフルのリズムといわゆる循環コードといわれるコード進行でオールディーズっぽい雰囲気、言い方を変えると映画のスタンドバイミーとかアメリカングラフィティで流れてそうな雰囲気があって好きです。では次行きましょう。 No.11 Magical Mystery Tour、1967年のアルバムのタイトル曲です。ポールとジョンの共作でメインボーカルはポールです。私はビートルズをちゃんと聴き始める前から CM か何かでこの曲を聴いたことがあったのですが、ビートルズの曲と知った時は驚きました。なぜならこの曲が60年代の曲ではなく80年代の曲だと誤解していたからです。洋楽初心者だった当時の私の耳にはこの曲はマイケル・ジャクソンとかマドンナと同年代のように聞こえるほど未来っぽく聞こえました。ちなみに
微妙に宣伝っぽくなってしまって申し訳ないのですが、私のオリジナル曲の中にマジカルミステリー一人旅という曲があるのですが、もちろんタイトルの元ネタはこの曲です。では今回は一旦ここで終わりにして、この続きトップ10は後編となる次回お送りしたいと思います。高評価、チャンネル登録などしていただけるととても嬉しいです。ではお疲れ様です。